それではミュージアム行ってみたいと思います。まずは本日の全体像ですが、段落は11で、設問形式がこういう感じになっております。で、皆さん問いの2番はですね、情報コミュニケーション学部の文法編、そちらが配信済みでございますので、今日はそれ以外、この色のついたところですね、行ってみたいと思います。ただし皆さん、本文に from A to B、 これが出てくるんですが、単に A から B まで定訳して終わりだとちょっともったいないので、この A と B ですね、それがどうなってるのかちょっと注目していただきたいと思います。例えば皆さん、朝から晩まで、皆さん朝と夜異なってますよね。違うものでございます。そして from simple to complex、 シンプルなものと複雑なものですから、反対の関係ですよね。つまり対比ですから、例えば A が肯定、つまりプラスであれば B は否定、つまりマイナスの状況にもなりうるんですね。ですから A と B は対比の関係、それを意識して頑張っていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、第1段落と第2段落でございます。皆さん、一読をしていただいた後ですね、この下線部 A に関する設問がございますので、こちらの設問の指示もお読みいただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、選択肢4つの中から正しいものを選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、最大のヒントはこの辺りでよろしいかと思います。つまり国連の職員に送ってるんですよね。ですから選択肢の A のチャリティーオーガニゼーションズ、もちろん慈善団体の話はないですね。そして選択肢の C、 効果的なコミュニケーションの宣伝もしくは促進という話もないですね。そして皆さん、選択肢の D、 一応携帯の話、その話はあるんですが、この in order to 以下ですよね、教育を受けた人の数を増やすためという話はどこにもないですね。ですから選択肢の B が正解ですよね。こちら国際的な機関、これが皆さん国連のことを言ってるんでしょうね。で、そこで働いてる人たちにコンタクトを取ると。ですからこのあたりと言ってることバッチリでございますので、言い換え可能ということで正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて空欄1番でございます。選択肢こちらの中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、先ほどお伝えしましたが、 from A to B、 これをちょっと使いますね。で、皆さん、対比関係という話を先ほどお伝えしましたが、もう皆さん読んでいただけると分かると思いますが、与える側と受け取る側ですよね。反対でございます。そして皆さん、こちらリッチと書いておりますので、もちろん裕福ということですから、ちょっとプラスと書かせていただきました。ですから、このあたりがマイナスのイメージですね。ですから、今まではプラスの方からマイナスの方、そういう流れができていたんですが、今はこういう感じになってるんですね。つまりサファリングと書いておりますので、マイナスの状況、皆さん、そのマイナスの状況から最近のテクノロジーですね、 IT 技術の発達のおかげで、マイナスのところからプラスの方へ情報を投げることができてるんですね。ですから先ほどの段落で言うと、国連の人たちに送ることができてると。ですから IT 技術が発達する前はプラスからマイナス、そして発達後はマイナスからプラスへ情報を送ることができてると。つまり情報発信の流れが逆になってるんですよね。ですからそれでいくと選択肢一発でいけそうですね。ですから正解は B の reversed、 反対、逆ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、もうこの段階でタイトル選べるかと思いますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。もちろん先ほども触れた通り、助けてもらう方法として昔はプラスの方からマイナス、裕福な人たちから始まったんですが、 IT 技術のおかげで困ってる方から情報を発信することができるようになったんですよね。ですからそれで選択肢考えていただけると一発でいけそうですね。ですから正解は C ですよね。 IT 技術のおかげで支援の仕方が変わったんですね。で、もちろん A であればこのクライシス危機の話はないですし、B であればこの輸送の話がないですね。で、選択肢 D はこれだったら皆さん自分で自分を助ける話になりますからね。ですから助けてもらう方法、手段、それの変化の話だと考えられますので、この段落以降の話はこのあたり、その内容を踏まえながら読んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、続いて第4段落でございます。で、ここには設問ついていないので一読だけお願いします。続いて第5段落でございます。こちら空所2番でございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、先ほどのタイトルを選ぶ問題でもありましたが、人道支援の方法が変わってるんですよね。ですからまさに今、現代ではコンピューターの専門家が出てきたり、スプレッドシートを使ったり、 SMS、 ショートメールですね、そして E メールを使ったり、衛星写真を使ってますよね。
まさに IT 技術を駆使している様子がうかがえます。これが昔と比べて現在変わったことですよね。ですからまず B はダメですよね。これだと変わっていない話になっちゃいます。そして文法的に D のチェンジもダメですね。皆さん空所の左が B 動詞ですからね。そして皆さん A のチェンジャボー意味は皆さんご存知でしょうか。皆さんこれ天気などが変わりやすいという意味ですからね。ですから変わりやすいという曖昧なものではなく、まさに変化が起きてるんですね。ですから変化がまさに進行中ですので、 C のチェンジングが正解ということでよろしいかと思います。それでは続いての段落でございますが、説もここしかないので一読だけお願いいたします。さあ続いての段落でございます。まずは一読をお願いいたします。皆さんこちら空欄3番でございます。選択肢この中から1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で皆さん空所の右側に into がありますので、これとまずつながらないものをちょっと削りますね。まずは選択肢 A のリーチですよね。皆さんリーチときたら後ろは4ですよね。うにゃうにゃに手を伸ばす。ですから今回 into と合わないのでまずは×ですね。そして皆さん B の extend は確かに後ろ into 取れますが、時間などが長引く様子でございますので今回の内容とは合わないですね。そして C の fall ですが、 fall into うにゃうにゃに倒れ込むと、まあ、もちろん倒れてる場合じゃないんですけどね。で皆さん into の右が場所に関する表現ございますので、こちら drop into うにゃうにゃに立ち寄るですよね。ですから場所に立ち寄るという意味でよろしかったかと思いますので、 D のドロップが正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いての段落でございます。一読した後こちらの設問の指示の確認もよろしくお願いいたします。で皆さん下線部にですね、一応ざっとがございますので、まあ普通に考えたら直前でございます。ですから今見えているこの3行ですね、このあたりで答え出ますので、ちょっとそこに絞らせていただけるとよろしいかと思います。で、それで皆さん選択肢4つございますので、正しいもの1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん普通に下線部読んでいただけますと、その質問に対する答えですね。それが has not yet become clear。まだ明確になっていないんですね。で、皆さんちょっと文頭を見ていただけますと、while、対比でございます。で、皆さんこう読んでいくとですね、obvious、明らか。なように見えるかもしれないんですが、という内容でございますので、このあたりですね、もちろんざっとがありますので直前、このあたりは不明瞭、という内容になってくるはずです。そうすると皆さん、まず B がダメそうですね。皆さん、これだと証明する準備ができてませんという話になってしまいます。で、皆さん、他の選択肢は不明瞭という話が一応書かれております。じゃあ、あとはどうしますかということですが、このざっとが指しているもの、つまり直前ですよね。皆さん犠牲者を助ける話が書いておりますので、それとつながるものいけそうですね。で、皆さん選択肢の A ですが、助ける話がないですね。で、選択肢の D ですが、皆さんこのあたりですね、そう信じたい。という話は全く書いてないですね。ですから助ける話がしっかり書かれているのは選択肢の C ですね。ですからこれでバッチリということでよろしいかと思います。さあ皆さん第9段落でございます。皆さん説明はここしかないので、一読だけお願いします。さあ続いての段落でございます。まずはこの空所4番、選択肢こちらから選んでいただけるとよろしいかと思います。で皆さんどの選択肢を選んでいただいても後ろ on とセットで使いますよね。で例えば選択肢の A のリフレクト on、 皆さんこれは顧みる、よく考えるんですね。ですから主語は人になるはずなんですが、皆さん空所の右側 this system、 人ではないので A はダメそうですね。ですから B の D ももたれかかるんですね。当然人がもたれかかるわけですからダメそうですね。そして D のインシストも主張する、人が主張するのでダメそうですね。で C の depend on であれば依存する、もしくはうにゃうにゃ次第だというところですので、主語は人間じゃなくても使えますので C が正解ということでよろしいかと思います。さあ続いてこちら下線部うの問題でございます。説問の指示こちらでございますので確認をお願いします。さあ皆さん選択肢こちらでございます。そして皆さん下線部の次の文章にこういう表現がありますよね、まあ、ちょっとした例を考えてみますと、というふうに書いてるわけですから、皆さんその次の文章を読んでいただけると皆さんヒントがもらえるかと思いますので、こちらと皆さん見比べながら選択肢考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん読んでみると、
ブリテンで暮らしているジンバブエ出身の人たち、そういう人たちがこういうふうに呼ばれているウェブサイトですね、のところに行って、そして注文してオンライン上でお金を払うんですね。もちろんこういう商品に対して。そしてジンバブエにいる家族の人たちに配達してもらうんですね。ですからそういうふうに言ってる選択肢が見つかりそうですね。ですから選択肢の A、災害に直面している家族の人たちに対してオンライン上で商品を注文するんですね。ですからいけそうですね。で、そして選択肢の B、災害に苦しんでいる人たちが海外の家族のメンバーのところへ到着できるようにする。これは商品の話がないですね。で、選択肢の C は家族の絆という話は書いていませんね。で、選択肢の D、災害の状況の中にいる人たちが欲しいものは何でも注文することができると。まあそうかもしれませんが、言ってますかっていうと言っていませんね。ですから注文するのはここですからね。つまり災害とは関係のないところに住んでる人が注文できるわけですから、選択肢の D は違いますね。となってくるとやっぱり選択肢の A、こちらが正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん最終段落でございます。こちら空欄5番、選択肢これでございますので考えていただけるとよろしいかと思います。皆さんインターネットの利用によって変わる可能性があると言ってますね。つまりこれからの話でございますので、フューチャー、ここにちょっと注目していただけるとよろしいかと思います。で皆さんこのポーターさんの発言をこうやって読んでいただいたと思いますが、現在 Amazon.com。これがやってることがですね、さらに将来にはどうなるのか。もちろん皆さん今はアマゾンがいろんなものをですね、配送する仕組みを作ってくれましたが、当然それは何年か前までは考えられなかったんですよね。つまり時間が経つと、現在では思いつかない方法、そういう革命が起こるんですよね。ですから現在 YouTube でこういう動画を発信できるのも、一昔前までは考えられなかった状況です。ですからそれで選択肢いけそうですね。ですから正解は A ですよね。Unexpected。予想外のということでよろしいかと思います。で、選択肢の B の Ordinary は普通の。C のカジュアルは何気ない。D のミステリアスは神秘的な。これだと神のみぞ知るみたいな話になっちゃいますよね。で、もちろん Ordinary、普通のことをやっていても変化は起こらないですし、何気ない。思いつきのことで変化も起こせませんからね。ですから将来には今では考えられない状況になってるわけですよね。ですから予想外のということで A、これでよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。皆さんちょっと説問を振り返らせてくださいね。結局何を注目してきたんですかと言われたら、例えば from A to B、前後は対比、そして明瞭と不明瞭、そして困っている人と困っていない人、その関係は対比ですよね。ですから他の動画でもいろいろお話はさせていただいてるんですが、これですよね。対比はいろんなところで問われております。そして下、今は昔と違って IT 技術を活用できますよね。そして最後の問題でもありました通り、現在と未来、もちろんそういうものを時間的な変化と呼びましたね。ですから明治大学に限ったことではないんですが、この対比と変化、これがいろんな大学で問われておりますので、こちらの from A to B と合わせて押さえていただけるとよろしいかと思います。さあノートを取る方はどうぞ。ということで対比と変化に注目でーす。